今日は これパッ、はい、どうもパテモス協会でございます。本日は男の二合飯で新しい器で二合飯、これ結構すげえ少なく見えるの。今日ねライブしながらやったんですけど、炊飯器4合ぐらい炊いて半分入れたんですけど、これでやっとこれぐらいが2合なんですけど、分厚いしかな、これが2号じゃなければパナソニックの炊飯器言ってください。あとこれ豚の生姜焼きと卵焼き大葉入りです。これぐらいがいいかな。というわけでいただきます。食べよう。豚の生姜焼き美味しくできたかな。入ってるのはね、玉ねぎとシンプルに生姜とネギです。はい、ちょっと端のいただきます。美味しくできてる。生姜焼きうまいな。ご飯進むわ。大葉入り卵焼き、生姜焼きのタレとちょっとマヨ混ざっても美味しいよね。梅クラゲと柚子胡椒岩のり、梅クラゲはよく毎回聞かれますけど、動画詳細欄にうまいな、食べてるやつ貼ってますんで、興味ある方は下見てください。成功とかね、これ見てください。チカチカするの。切れかけてんだと思うでしょ。数日前に書いたとこです。2本とも。相性が悪いんかな。ライブの演出みたいな。
最近買った方があかんな最近買った方がチカチカしてた。前多すぎたなカロリーハーフですかね。一応カロリーハーフやし、いいってわけじゃないと思う。なんかピリピリしてるね、ライト。ね、わからんかな、カメラでは。全体的にダメなんかな。新しい電球に変えてからのおかしいな。蛍光灯に変えてからの方が。調子が悪い。うん。おかずが多かった。マヨ、マヨごめん、もったいないことしたな。ちょっとこの生姜焼きのタレが流れ込んでくの嫌やから、ちょっと防波堤みたいにしちゃったんですけど、多すぎました。
無駄に使いましたね。というわけで豚の生姜焼きと卵焼きで煮込めでした。とても強化でした。ごちそうさまでした。美味しかったです。